皆さんこんばんはのは、今日も実に楽しいお稽古でした。子どもたちは私たちが思っている以上に何でもよく知っています。楽しいから練習、レッスンに来るのが楽しい、こう言ってもらえると指導者としてもとっても嬉しいことです。指導者とは現状に甘んずることなく日頃の自己鍛錬に邁進していますが、誰でも調子の悪い時、子どもたちも体調が優れない時もあります。良い言葉がけをかけてあげることで、また今度どんな楽しいことがあるかな、ワクワクさせる気持ちを大切にしたいものです。今日も世界三大子守歌を弾いてみます。シューベルト、ブラームス、モーツァルトの三大子守歌。継続は力なりという言葉があります。練習は自分のために、自分が好きだからやるものです。ミュージックオン。Thank you.
柔らかな曲を弾くときは手首を柔らかくしてゆったりと曲奏をイメージしながら弾くことも大切です。先生も日々練習を重ねていますが、誰でも調子の良いとき悪いときがあります。子どもたちも体調が優れないときもあります。少しずつ温かい目で見守ってあげましょう。ピアノによるメリットはたくさんありますが、できなかったことができるようになるからピアノは楽しいのです。ピアノ教室の場は神聖な場所です。良い子の皆さんもきちんと先生とのお約束を守ってくれるようになりました。これはとても素晴らしいことです。鍵盤に落書きをしたりなくなりました。これはとっても嬉しいことです。良い子の皆さん、また楽しいお話を聞かせてね。バイバイ。